さあこの後ムービーウォッチメンは神は見返りを求めるですが、山本ウォッチメンいかがだったでしょうか。もう吉田圭介監督大好きです ね、まあ我々ね、あの我々周りはもうみんな大好き吉田圭介さん。本当人の嫌な面がふんだんに今回も出てて、ね、まあ、学ぶことというかこういうことがありえるから、こういう人と会うことがあるからっていうことで僕も学ぶようにしてるんですけどね、うん、あの免疫と対策っていうかね、こういう映画ね、おーおーおー、作品が大好きで、うんうん、吉田さんのね、その度にあの吸収するんですけど、もうよくこんなシーン思いつくなっていうことの数々じゃないですか、うんうん、真似したくなるし、もう記憶に残るし、うんうん、何がいいかな、僕ゆりちゃんのドリンクバーのにらみ一気飲みとか もうよく、これもね、また前に立って言い合いしてね、そう、立って言い合い、だからそうなんですよ、たもがみがゆりちゃんドリンクバー、うん、あの取りに行って、たもがみ追いかけに行くじゃないですか、うん、で立ったままあのドリンクバーの目の前って他のお客様いる、あの中途半端なシチュエーションをまず設定して、うんうんうん、そこからのわーっと言い合って、そっからゆりちゃんがもう睨みながら一気飲み、うん、あの睨みながら何かを摂取するっていう人のこの、うんうん、なんていうの、うんうん、もうなんか摂取してんのにお前のこと大嫌いだみたいな、うんうん、もうその感情の表れがすっごく上手だったし、はい、なんなら嫌なのは、うん、そのドリンクをもう半分近く残してそのままその場にカン、音立てね、氷ジャジャ置いたね、カン、うん、猿、うん、何の考えなの。この後映画表、What did he see? What did he feel? Which movie will the Cinnamon Diaz review about? Movie Watchmen.時刻は6時30分になりました。4月1日金曜日です。 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション、パーソナリティの私ライムスター歌丸です。金曜パートナーの TBS アナウンサー山本貴明です。ここからは週刊映画辞表ムービーウォッチメン。今夜歌丸さんが扱うのは吉田圭介監督脚本、ムロツヨシ岸井ゆきの主演、神は見返りを求めるです。では歌丸さんお願いします。途中あのムロツヨシさんの目の泳ぎがすごいとこもありました。分かった。さあここから私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表ムービーウォッチメン。今夜扱うのは日本では6月24日から公開されているこの作品、神は見返りを求める。三角、ヒメアノール、空白などの吉田圭介監督が自身のオリジナル脚本を映画化。イベント会社に勤めるタモガミはある合コンで売れない YouTuber のゆりちゃんと出会い、彼女のチャンネルを無償で手伝うことに。しかしゆりちゃんが人気 YouTuber になるにつれ、二人の距離は離れてき、やがて決定的に対立してしまう。主な出演はタモガミ役のムロツヨシさん、ゆりちゃん役の岸井ゆきのさん、その他、若葉龍也さんなどが脇を固めるといったところでございます。といったところで、このね、神は見返りを求める見てきたよというね、リスナーの皆様、ウォッチメンからの感想報告、感想をメールでいただいております。ありがとうございます。メールの量は普通、あ、そうですか。結構ね、公開規模的には見やすい方だと思うし、吉田圭介最新作となればこの番組リスナーもちょっといてほしいかなと思いますけど、メールの量普通、賛否の比率はおよそ7割が褒め、主な褒める意見は今回も人の心をえぐってくる吉田監督、 ずっときついが最後にはどこか優しさを感じた、ムロツヨシ感じるタモガミ、岸井ゆきの演じるユリ、どちらも最悪だが中でも若葉龍也演じるあいつが最悪です、最高ね。はい、私の上でいますけど、今年のシネマランキングのあの最低すなわち最高悪役大賞候補ですね。一方否定的な意見は、 YouTuber たちの描写が古いし監督の偏見も感じた、物語たりとたりとの、起伏に乏しく、終盤は盛況に感じたなどもございました。代表的なところをご紹介しましょう。トカレス三郎さん、吉田圭介監督作の新たな到達点にして最高傑作更新だけど、二度は見たくない、見るとしても大部分時間を置かないと見れない、そんな劇薬みたいな作品で困った心境になっております。周囲から笑われ指を刺されようと今を全力で楽しんでいるゆりとたもがみのやり取りは優しい吉田圭介でほっこり、これ前半というかね、1幕目ですね。しかし後半からの出世するたびに恩義も常識も抜けていくゆりの高飛車さ、労力を注ぎ込んだ気持ちをセンスが古いの一言で一蹴されるたもがみの転落と怒りの爆発は厳しく冷たい吉田圭介で終始ワクワクしていました。しかしこの映画で真に恐ろしさを感じたのは、一見どこまでも滑稽で醜悪なゆりとたもがみの争いや、周囲の同僚 YouTuber や、デフォーメされた嫌な奴らから浮かび上がる人をコンテンツとしてしか見ていない、現代社会のやだみの構造です。とはいえ終盤でのゆりと、たもがみのたったあの5文字が言いたかった、聞きたかっただけのギリギリな心のやり取り、自撮り棒フェンシングで明かされる本音のぶつけ合いなどは、懸命な人間を見捨てられない厳しいながらも温かい吉田圭介の目線を感じ、吉田圭介流のヒューマニズムを感じられましたというトカレフ三郎さんです。他にもね、結構皆さん本当に熱い絶賛メールいっぱいいただいて、全てね、読ませていただいておりますが、一方ダメだったという方、
ガダルカナルダンカンさん、私にとっての吉田圭介作品は昨年の空白、年間ベスト10に入りますし、過去にも好きなものが多いのですが、本作については否と言わざるを得ない作品でした。何よりもまず取ってつけたようなが多すぎます。取ってつけたような岸井さんの性的な立ち振る舞い、取ってつけたような YouTuber 用語、取ってつけたような室津さんの気候、どれもが物語的な、必然性がなく単発で繰り出されるため、心情的についていけず、何を見せられているんだろうと置いてけぼりになる時間が長かったです。肝心の YouTuber 描写についても、 YouTuber が世に出てきた当初のある種の、第一世代的なステレオタイプな見方を脱することができていないように思いました。近年の多種多様な動画が存在し、視聴者の目も超えている現状を踏まえず、作っている奴らも見ている奴らもどうせバカなんだろうと監督自身が感じていることが透けて見えてしまいました。最後までダラダラと締まりがなく、他の吉田監督作品ではいつもあるような起伏もなく、もしかしたら締まりもなく、場当たり的で起伏もない YouTube というもの自体を映画で表現したのではといううがった考えも頭をよぎりましたとかですね。あとやっぱりこれちょっと省略しますけど、春助さんも、私は27歳で割と YouTube をがっつり見てきた世代ですと。この映画に関する類する事柄は実際の YouTube 界隈でも頻繁に起こっていますし、そこがリアルだなと感じたのですが、例えばね、暴露系とかはね、むしろ今タイムリーな話でもありますもんね。そこはリアルだなと感じたのですが、それに対する周りのリアクションに違和感を感じましたと。もう要はいろんなこうことが起こっても、今はこういうような、例えばわざわざ炎上をするようなリアクションも取らないし、あるいはそのある事件が起こった時に周りのその書き込みとかも、ここまで悪意に満ちたものということは今は考えづらいというような、現在今の YouTube ネットのモードとは違うんじゃないかというような、ご意見でございます。ネットにもネットのモラル的なバランスがあります、というようなことを書いています。吉田監督は大好きな監督なので、次回作には期待していますという、はい、ということで、私自身ね、そんなにもちろんYouTuber 世代じゃないというか、その YouTube 熱心に見てるような世代でもないので、ちょっと分かりきってはいないけど、見終わった後にひょっとしたらそういう反発、このバランスだとあり得るかなというような危惧も確かに、抱いたところもありますかね。はい、というところで、神は見返りを求める私も東方シネマズ日比谷で2回見てまいりました。はい、吉田圭介さん脚本監督最新作でございます。書き起こしが、公式書き起こしが残っているところからだけで言うならば、2016年6月11日のヒメアノール以降、ブルーというね、あのボクシング映画以外は全部ガチャが当たっていて、前作が書き起こし残ってますので、ぜひ、ご参考にしていただきたいです。とにかく、このところ2018年念願の映画化となった、愛しのアイリーン、そして、公開は2021年になりました。ご自身の30年以上にわたるボクシング経験を注ぎ込んだブルーという、そして、同じく2021年公開、得意のコメディ要素を完全に封印して、ひたすらシリアスでヘビーな作風で、意図的にね、ちょっとこう振り切って見せた空白という作品、言ってみればちょっとこのところドスンとした重みのある作品が続いていましたが、その意味で言うと本作は明らかにその反動的にも取れますね。2018年2月24日にあった権限という作品の表の時に、最後の方で私言ったんですけども、大名作みたいな面をしていない作品というね、言い方をしました。まあ、いい意味で、こう、軽いところに落とし込んでるというかね。まさに今回はそっちの路線。いっちゃえば吉田圭介さんが本来最も得意としてきた、領域の方ということですよね。普段は綺麗事で覆われている人間の醜さ、せこさ、ずるさがあるポイントから一気にこう、噴出するダークヒューマンコメディという、ことですよね。はい。まあ、胃がキリキリするような気まずいコメディということですよね。そしてですね、そうやってこう、メリメリメリっとですね、ふとしたほつれこじれから、本来の残酷で無情な真の顔をあらわにしてしまったこの世界。その取り返しのつかなさと、それに対する折り合いのつかなさ、それゆえの人間臭いジタバタ、そこからさらに連鎖、拡大していく悲劇や喜劇、そういうものを吉田圭介さんの作品は描いてきたというふうに、私前の空白表の時にですね、僕なりに解説してみたわけですけども、その取り返しのつかなさと折り合いのつかなさ、でもそのむしろその折り合いのつかなさをこそ吉田さんは、まあ、ある種の優しさを持って見つめて、行こうとするわけですけども、そんな吉田圭介作品のそのエッセンシャル、この本質のところにですね、今回もう一つ大きなファクターがあったことに改めて気づかされたところがありまして、それはですね、気持ちの一方通行性ってことですね。吉田圭介作品の一つのもう一つ大きな特徴、吉田作品においては常に誰かが誰か、もしくは何かに対して一方的な気持ちや思い込みを募らせていてですね、その一方通行性こそがさっき言ったような取り返しのつかなさを招き、そして取り返しがつかないから折り合いのつかなさを生じさせ、それがどんどんまだまだそれで一方通行がずっと続いてるから、さらにそれが悪化していくというような、でようやく相手にその気持ちがかろうじて届いたのかな
みたいな時にはもう時すでに遅し、もう全てが取り返しのつかないことに変わりはなくというような、ただその取り返しのつかなさゆえの折り合いのつかなさがなければ、その、あまりにも遅すぎた気持ちの到着みたいなものさえですね起こり得なかったかもしれないわけでというような、逆にそのとっとと折り合いをつけられてしまう人、というのには決してその本当の気持ちっていうのが届かないっていうかね、それがこう吉田作品の、これが吉田作品におけるまあ言っちゃえば悪役的な存在、折り合いがつけられちゃう人は悪役的な、今回で言えばですねもちろん、若葉龍也さん演じるあの同僚だったりするわけですよね、まあ、とにかくそういう構造が吉田圭介作品にはこれまでにもあるんだということを、まあ、遅まきながら改めて今回の神は見返りを求めるを見てですね僕気づかされたところ気がしますね、気持ちの一方通行性が、から生じた取り返しのつかなさゆえの折り合いのつかなさ、そこにこそ吉田圭介作品は人間をそして人生を見るという言い方ができると思いますけども、なので表紙するトーン喜劇よりか悲劇よりかっていう違いがあるだけで本質はとにかく一貫してるわけですね。で、そういうほぼそのご自身のオリジナル脚本、オリジナル企画も多いですし、ほぼご自身の脚本でこれだけはっきりしたまあまあ癖の強い作家性を一貫させつつ、同時にコンスタントにまあきっちりメジャー感もあるエンターテインメント作品を送り出し続けている、結構切れ目なくやってますよね、そのキャリア自体も実はしれっと結構すごいことやってのけてる、そうは見せない感じ、すごいことやってますみたいな感じをあんまり見せない感じも含めて、やっぱり吉田圭介さんらしい凄さ、実はこの人キャリア的にすごいですよっていうねとこがありますよね、ということで本作まあ神は見返りを求める、これあのまあそのいわゆるショービズというかな、そのなんかこうアート方面というかパフォーマンス方面で成功していく女性と入れ違いに没落していくかつてのその庇護者的な男性という構図、これはですねキネマ旬報の森直人さんの書かれたこう記事読んでて僕ああそうだなと思った、あの確かに森直人さん書かれた、まあ、スター誕生的なねそういう構造の話ではあるとは言えると思うんですね、なるほどなと思いましたけど、まあでもその構造を使って今回吉田圭介さんがついてくる痛いところですね、毎回痛いとこついてくるわけですけど、痛いとこってすなわちあの身に覚えがあることなんですけどね、誰にも今回ついてくる痛いとこはですね、恩義があるはずの相手の不義理と逆に恩を売ってるつもりはないはずなのにあまりに無限にされるとこちらもついちょっと恩を返せと言いたくもなってしまうという、まあまたもですね誰もがその大なり小なりこの両面ですね、両面思い当たるところがあるに違いない、まさしく、一方通行な気持ち同士のすれ違いこじれというのがこう描かれていくわけですね。ちなみにこれあのヒメアノールの時にですね僕の番組のね、単行本化もされたコーナー疎遠になった友達元友とのこの計らずものシンクロがあるなんて話しましたけど、実は僕ですね FUGIRI 不義理っていうコーナー一時期考えてたことがあって、本作だからそれでああそういえば俺不義理ってコーナーも考えてたのにみたいな、はい、あまりにあのコーナーそれ面白いのっていうか辛いだけになりそうだからやめたんですけど、はい、もちろんねそれこそ僕自身僕のあの本当に実人生においてもかつてお世話にはなったけどもな人ね、お世話にはなったけどみたいな方々たくさんいるし、そういう人方から見れば僕も劇中の岸井ゆきのさん演じるゆりちゃん的なものかもしれない、し例えばそのゆりちゃん側の気持ちになれば、例えばそういう人から今自分がやってることを頭ごなしに否定されたりしたらね、例えばいやあのラジオをやってて映画評論なんかあれでみたいな言ったら、僕はあんまりそういうところに力を割いてほしくないな歌丸くんにかなんか言われたら、はあ、あなたと一緒にやってる時よりずっと楽しいし、調子もいいし、そういうこと言いますっていう感じになりますよね。やっぱり、ね、はあって、あの、やっぱり、あの、ゆりちゃんみたいな気持ちも当然わかるし、え、今のこの私否定するわけあなたがみたいな。逆に、まあ、恩も返せと言われるほどですね、私人の面倒をちゃんと見たことがいないので、誰もいないので、そこは安心、格っていうね、非常に面倒見の悪い、付き合いの悪い先輩として知られております。なので、そこは何の問題もないんですけど、ただ、あの、自分の人間的キャパを超えて、いい人たろうとする、その危うさみたいなものは僕もちょっと、まあ、気をつけなきゃいけないなっていうかね、その気はあるなっていうところがちょっとあったりするんで、はい。まあ、僕はでもきっちりそこは、あの、ある一線から冷たいんで大丈夫です。はい。全然電話出ないみたいなね。はい。でもちろんですね、
いい感じに見えた人間関係が後に目も当てられないほど決定的にこじれてしまうというのは吉田圭介、作品これまでも多く出てきた構図だし、例えば犬猿でのですね、皆さん覚えてますかね、犬猿で特にあのニッチェの江上恵子さん演じるあの印刷所のね仕切ってるあの女性と窪塚正孝さん演じる営業マン、あの関係覚えてますかね、あの関係ってやっぱり好意をベースにした献身、ちょっと好きだからちょっと無理して納期きついけど、あと値段きついけどちょっと無理して仕事しちゃう、でそれをまああの久保田さん演じるその営業マンの方はまあうっすら分かってて言っちゃえば搾取しているという、でそれと表裏一体に今度はその江上恵子さん演じる方のその印刷所の女性は見返りをこう要求してくるみたいな、まあ今回のその神は見返りを求めるとも重なる歪み、歪んだちょっと歪んだ人間関係、それ常に描かれてもいたというふうに言えると思いますし、あと才能をめぐる残酷な現実っていうことですよね。いくら頑張ってようといくら何しようとまあダメなもんはダメみたいな、こっちは成功したいくら嫌なやつだろうとこっちが成功することはあるみたいな、それはやっぱり馬車馬さんとビッグマウスとも通じる、もちろんあのブルーとも通じる、どんなに好きだろうとどんなに頑張ってようとダメな時はダメっていう、これも通じるとこもあると言えますしね、はい、なのでまあ今までの吉田圭介さんのエッセンス、まあ、全て入ってるとも言えるわけですけど、ただ今回の神は見返りを求める特色はやはりですね、まあ、そこに YouTuber というですね、要は他のジャンルに比べると無名の人から有名人っていうの距離が極度に短い、もしくは、その境がこれまでのメディアに比べれば本当にもうありえないぐらい極度にファジーっていう、だって誰でも参戦はできちゃうし誰でもバズり売るわけですよね、それはね、というそしてまだ権威化されきってないというその文化領域を題材にしたこと、まあ誰の目にも明らかということですね、 YouTuber が題材というところが面白い、ちなみに冒頭あの配給のパルコンのロゴが YouTube 広告風にこうなってるという、あれね、あのハリウッド映画がたまにやるあの会社ロゴいじりみたいな、日本だとねまだあんまりやってる人いないけど、あの出てきて、まあ、こういうのも楽しかったりしますけど、とにかくまず、最初の25分ほど全体で100分ちょっとなんで、1幕目25分ほどは、まあ明らかに無条件で好評は得られることはなさそうだなという YouTuber ゆりちゃんというのは、このゆりちゃんまあはっきり言ってもろもろの爪が甘いんですよね、あのこれ結構違くない、うんまあまあまあこれでみたいな、そういうところで手を打ってるから、もうはっきり言ってそれは彼女の責任なんですけど、ゆりちゃんがですね、 YouTuber ゆりちゃんが室津さん演じる田母神さんというまあ中年のまあ親切な男性、みんなに親切な人、その行為にずるずると頼り切り出すという、だまあ最もその田母神さん側もまんざらでもなさそうでもあって、まあ若干の危うさとかなりのイライラを含めつつ、はっきり言ってめちゃめちゃイライラするんですけど、腹立つなーみたいなことが続くんですけど、まあ当人同士が良ければまあいいんじゃないという感じで基本ですね、ぬるい感じで微笑ましく一幕目あえて進んだからですね、もちろん吉田圭介作品ですからアバンタイトルで暗示されている通りですね、まあこのまま本話から済まされるわけはなく、というかこんなのはあからさまなミスリードに過ぎないというのは我々観客もほぼ全員半ば知りながら見てるわけですよ、1幕目25分間ね、はいはい、もうミスリードミスリード、はいはい、もう分かってるみたいな感じで、はいはい、でそこから、第2幕1杯ですね、残り50分間たっぷりかけてですね、とはいえ、まあ、少なくとも、若者向け YouTube 動画的な意味でのセンスなどはまあ優れているわけではない田母神さんの手を、まあ、そのゆりちゃん YouTuber ゆりちゃんがどんどん離れていき成功していき、まあ、それだけならまだしもそんな自分が露骨に馬鹿にされていると、非常に下に見られてばねというような、顎でも使われてねというのに加えて、そのいい人であり続けた代償、その結構ハードな代償が一気に田母神さんにのしかかる、せっかくみんなにいい人でいたのにその見返りがこれかっていう事態がもう何個も何個も重なって、まあついに爆発する、まあこの時点でやっぱり観客は田母神さんの爆発やっぱりちょっと感情移入して、それは無理からぬことだよと、無理していい人ぶりすぎたよちょっとっていう、ぶりっていうかいい人なんだけどちょっとそのキャパを超えてたっていう感じですよね。もちろんですね、一方、ゆりちゃんから見れば、その田母神さんのその爆発みたいなのは、そんなのはもちろんキモいし、怖いし、うざいだけ。彼女にしてみれば、それは、いやいや、そんな恩着せられてもっていう。そもそも最初にちょっと突き放したのはね、田母神さん側でしょっていうのもあるし、もちろん田母神さんのセンスではブレイクできなかったという、本当の事実上の現実もあり。つまり、どちらにも相応にダメさもあるし、相応に気持ちがわかるところもあるし、という絶妙なバランスが捉えた上で、どんどん事態は集約さを増していく、加速させていくってことですよね。前作空白が
言ってみれば序盤でいきなり強火でジャッとこう焼かれたようなハードな痛みを感じさせる作品だったのに対して、早いんですね、事態が悪くなるのが。今回は文字通り真綿で延々と首を絞められていくような、ある種のぬるさがまた逃げ場のない痛さを醸しているというか、最初の25分からもういいことになること分かってないのに、なんかぬるいほんわかがあるから、これきついわーみたいな、ほんとダメだしダメになるしみたいな、はい、要はやってることはバラエティ系の YouTube なので、その映画的な重々しさ、意味深さ、豊かさみたいなとこに逃げられないんですよね、ということですよね。要はその存在の耐えられない軽さみたいなものが充満しているわけなんですね。それがまたよりきつさを増しているという、かように本作ですね、 YouTube という言ってみれば非映画的な新しいメディアから逆に映画というオールドメディアを照射して見せるような自己言及、自己批評的な視線が実は裏スパイスのように前編ピリーと効いているところが、僕面白いスリリングなところだなと思ってます。当然吉田監督自身の視点はどっちかといえば田母神さんに近いんだと思うんですよね。当然ね、オールド、まあ私自身もそうかもしれないけど、なんなら田母神さんは映画世代代表とすら言える、途中映画の感想言って笑われるってくだりがあるぐらいでね。で、対するその人気 YouTuber コンビ、これ吉村海人さんと、丹里さんね、この方が、二人のあのコンビが演じる、まあすごく、まあ第一世代的かもしれないけど、まあいそうなコンビ感であるとか、あるいは柳俊太郎さん演じる、かっこつきね、アーティスティックなデザイナーの、お前そこまで偉そうなこと言うほどのことやってっかみたいな、まあ、ほんと蹴飛ばしてやりたかったですよ。彼は見事でしたね、あれもね。もうこんだけムカつかせるの。少なくとも、田母神さんの映画世代、田母神さんイコール映画世代のモヤモヤや、逆にコンプレックスですよね。もうやっぱり私は古いのかもしれないというようなコンプレックスなどなどが、見事にそこで彼らの名演によって際立ってるわけですよね。それは吉田さん自身のモヤモヤであり、コンプレックスかもしれないってことですよね。で、彼らはまさに少なくとも今のところ現状と完全に折り合いがついているし、なんかあってもすぐ折り合いがつけられる側っていうことですよね。はい。ということがありだと思いますけど、一方、その進行長がやっぱりその本作のいわば裏回しですね。本作で実は物語を駆動しているのは、さっきも言った若葉龍也さん演じる、まあそのイベント会社の同僚で、まあライムスターのですね、余計なお世話だバカ野郎って曲なんですけど、その中で私のね、歌詞で、頼んでねえのに陰口わざわざ告げ口すんなよバカ野郎、いや聞きましたよって半笑いってラインなんですけど、完全にこいつですよね。俺もこいつの登場を僕は予言してました。これね、こういうやつが一番悪いっていう。そして彼はあれだけはっきり言われても、多分自分の中ですぐやっぱり折り合いつけちゃう。俺なにマッキーなのみたいな、あ、終わってるわあいつみたいなこと言って折り合いつけられちゃうからこそ、彼には永久にその気持ちとかは届かないっていう、まあ本作における悪役というか、今年度のシネマランキング最低すなわち最高悪役賞、候補、有力候補出てしまいましたという感じで、若葉さん相変わらずすごいですね。で、もちろんね、主演の二人、序盤のね、どう見てもダメそうな垢抜けなさからの、華やかであるが、ちょっとこう、ギリッとした感じ悪めの変身、からのさらに終盤の心境の変化までをですね、見事に演じこなす、もちろんね、ゆりちゃん役の岸ゆきのさん、素晴らしかったですし、もちろん前半の過剰ないい人ぶりにこそ危うさが漂う。一方ですね、中盤で、まあ、あの女爆発して以降は、むしろそのご自身としては得意なデフォルメ演技の方なんだけど、むしろ切れてからの方にある種の品格と、まあやっぱりそのディープな悲しみみたいなものをまとってみせる室強さん、室強さん性を生かしながらも、ちょっとちゃんと抑制が効いてるっていうか、うん、これは本当に見事な、まあ存在自体がダークコメディ的でもありましたね、室さんはね。ということで、この主演二人の、ハマり方、跳ね方、素晴らしいのは言うまでもなくという感じだと思います。ラスト周辺、空白同様にですね、このさっきから言ってる一方通行だった気持ちの遅すぎた到着で終われば、これもうちょっと鑑賞後感が収まりがいい感じに終われたんですよ。もうちょっと手前で終われば終われたじゃないですか。例えば画面を見てるところで、スマホの画面見てるところで終わってもいいのに、これいつも以上に吉田さん、明らかに意図的に折り合いのつかないまま、あえてチューブラリンで終わってみせるわけですね。いわゆるオープンエンディングしてるわけですが、これは明らかに意図的だと思いますけど、これいろんな深読みできるオープンエンディングですが、例えばさっきから言ってるように、タモガミイコール映画世代的なものとの代表だとするならばですよ、瀕死なんだけど、もう死にかけてるんだけど、まだ、うん、大丈夫、うん、まだ、うん、大丈夫、みたいな、そういう風にも取れる。まあ、とにかく、結局はやっぱりですね、まあ、今回もめちゃくちゃ
面白かったというのは間違いないんじゃないでしょうかと思います。次回はまたスーパーヘビーなターンらしいんでね、そちらも楽しみにしております。ちなみにですね、これあのぜひ劇場でって毎回言ってますけど、これ要するにその YouTube を普段見てるようなモニタースマホだの PC で見ると、この皮肉な構造があんま生きないんですよ。なのでこれ映画館のスクリーンで見るからこその皮肉が生きるという意味で、そういう意味でもよりぜひぜひ劇場でウォッチしてください。ちなみに神は見返りを求める、残るものってそんなに偉いんですかという劇中のセリフに対しては、うん、偉いんですと答えたい。それが私の個人的な考えですもありますが、はい、はい、ということで、来週7月8日にウォッチする作品9作品大急ぎで、発表します。まず最初、バズライトイヤー、続いてエルビス、続いてリコリスピザ、続いてブラックフォン、続いてモガディッシュ脱出までの14日間、続いて私は最悪、続いてベイビーブローカー、続いてザロストシティ、そして最後はリスナー推薦枠です。チンチン電車さん、恋は光をぜひお願いしますということで、レッツガチャタイム。恋は光は先週から引き続きすごい多数の推薦メール皆さんからいただきます。ああそうだ、あのガチャ一回余計回し、ウクライナ支援まだ続きますんでね。ああプーチンが憎い。ということで1、はいバズライトイヤー、はいさようならバズライトイヤー、もう一回ね、あの回しますからね。はいプーチン恨み、プーチン恨み、はいチンチンっつって、はいはいはい出た出た、はい8だよ、8来た8来た、8番だよ、ザ・ロストシティ、ザ・ロストシティ来た。行ってみよう、お願いします。たまにはねこういうね、あのバカみたいなやった方がいいかもしれないけど ね、 ね、はい、ちょっとロマンシングストーンみたいな感じなんですかね。はい、ということでこの映画見たという方からの感想をお待ちしてます。また評論してほしい映画も募集中です。どちらも歌丸アットマーク tbest.co.jp まで採用された方には1000円を差し上げております。ということで週刊映画指標ムービーウォッチメンでした。この後ライブ&ダイレクト、マイケル金子さん登場です。